こんにちは。今日は、特番ではなく何番かわからないですけれども、今から、旅行に行ってきます。日本で最後、去年1回も、ね、やっぱ日本と言ったらうどん肉玉かな。撮影が始まっております。ダンバーグを撮る。ダンバーグ旅行得意なんですよね。旅行得意ですよ。そのエピソード聞かせてください。ちょっと長くなっちゃうんですか。タイで殺されかけた話していいですか。はいはい、ダバードが滑らない話。タイに行った日に着いて2時間で殺されかけて身ぐるみ全部剥がれた話だよ。本当本当これ本当だから。あのね、行ったんですよ。で行ってバンコク行ったんですよ。だからトゥクトゥクってあるじゃん。はい、トゥクトゥクでトゥクトゥクはうさんくさいって聞いてたの。はい、だから割と警戒したんだけど、トゥクトゥクどうしても乗りたくて、トゥクトゥクのね乗ったの。で乗って、あの観光のこのガイドブックをおっさんに見せて、ちょ、ここ行って、ここ行ってって言ったら、おっさんが、ああ、ガサライ、ツビーって言ったわけ。そしたら、つかないの、なかなか。15分ぐらい乗ってもつかないから、ドアッと早くつけよって言ったら、おっさんが言うわけですよ。そんなところはねえぜって、よくこの地図よく間違ってんだよねって言って、ガイドブック間違ってるよ。本当に？どこに行ってんの？そう。どこに行ってんの？どこって言ったら、いや、ここはね、俺の地元のとこで、この店はないけど、俺っちの、 あの行きつけの超うまい店があるから、そこに、もうこの際ただでいいから地元の美味しい店行けた連れてってやるよ。マジでおっさんめっちゃいいやつや、行こうぜっつって連れてってもらったの。うん、そこ行ってちょっとアングラっぽい店だったんだけど、おい、ちょっと待ってて、ちょっと一回切ってじゃん、ちょっと待っててよって言ってくださいっていう感じだそうです。そうです。ということで僕たちは今からニュージーランドにヒッティちゃんに会いに、行ってきます。はい、じゃあこの次のシーンはもうニュージーランドに行ったということで、あれ、はい、終わり。はい、こんにちは。オークランド空港にやってきました。そして今から、オークランドの市街地にある、ホテルに行きます。夏です。おそらく気温は25度。すごい、めっちゃ過ごしやすい感じの空気、カラッとしてふわっとしてる感じ。なんかそんな乾燥でもないでしょ。じゃああとはちょっと景色を撮るのでお楽しみください。ニュージーランドナンバーワンゴルフリテイラーって書いてある。これはダバード行くしかない。歩いて行けんじゃないの。ここどうでしょう、自転車かなんかで行くんじゃない。いたー、部屋はですね、ニュージーランドの東急イン、スーパーホテルじゃないね、東急インみたいなもんです。ツインルームです。ファウトナイト、よくわかんない。あ、戦い終わったね。疲れた騎士がおりますね。バスタブがありません。あ、ないね。やっぱりね、あのリーズナブルなお部屋ですのでね。バスタブないないです。シャワーだけです。シャワーの水圧チェックいきましょう。まあ普通です。はい、ぬるい感じ、ぬるって感じの水だと思いますね。そして、ウォシュレットなんですけども、ウォシュレットありませんね。いらぬ、そんなものは。いらぬ、いらぬ。だから、ちょっと肛門が弱い人はちょっとこう気をつけていきましょう。ボタン、これでフラッシュされます。バーッと。タオルは、バスタオルじゃなくて普通のタオルがあるだけです。それガムじゃなくて、バスタオルね。あ、YouTuber の人じゃないですか。なんかもう正規みたいですね。そうですね。つけてると YouTuber 扱いされてるやつ。いやいや、はい、で窓からはニュージーランドの、素晴らしい、景色が見れます。ヒッティなのかな。ヒッティはまだ元気されません。羊もいません。ルームサービスないよ。ルームサービス明日のカフェから来るのかな。はい、あ、こっちの方がちょっとなんか広い感じがする。いや、多分荷物置いてる。荷物がないんだけど同じ部屋でした。あ、助けようと思ってちぎれた。何が言いたいんだ。何かを言ってますね。じゃあ早速ね、町の中心部に近いっていうことが一番の売りなので、多分1泊60ニュージーランドとか5000円から6000円くらいで泊まれる部屋なんで、安い。で中心部から近いということで、はい、すぐ行きましょう町の方に。でも予想の10倍綺麗でよかったです。あ、そうですか。もっと見てた。ゴミ屋敷みたいなダバードが予約しろ。めちゃくちゃ
ちょっとうろうろしますか。ゴルフ場にやってきました。ゴルフ場に来ましたね、とうとう練習場が見てください、やばいですね。いいでしょ。いやいやいや、フロレフトレフトレフト、この前のお店そうそう半分だけレフト、やっぱりやるっすね、やっぱりその2時間になっていろんな国から来てるんですか。多様性について寛容なんですよ。そういうね、そもそもアメリカと一緒ですね。あれですか、かっこいいと思ってますかね。知り合いはかっこいいと思ってバンジーするときが上がんないです。おお、ちょっとプレッシャーがかかってますが。ということで、ヒッティさんの、華麗なショットを見ながら、ニュージーランドのゴルフ事情を知りながらやっていきたいと思います。野生のね、動物もいるので、野生のダバラ。野生のダバラ。一緒に楽しんでいけたらなと。するかもしれませんが、あの良きガイドとして頑張りたいと思います。そうだね、はい、ガイドさんがいるといいですね。はい、はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。田中さんです。田中さんです。現地の田中さんです。現地の田中です。キムキムめっちゃ上げてる。後ろから行くのね。電話じゃないですか。よいしょ。よいしょ。今日はうまいね。はい。いいね。いいね。うまい。よろしくお願いします。結構顎が高いじゃん。そうだね。なんかここに並んでる分しかカートがなくて、うん、なのでおじいちゃんおばあちゃん優先で、でもほとんどの方は歩いて回ってます。これが悪いんだ。おじいちゃんは、はい、自前のカートです。そうです。私ちょっとごめんなさい、お土産をいただいてるんですけどこのコースのメンバーになったあとすぐに36ホールの休みなしの36ホールのトーナメントがあって、でぶっ続け2ラウンド辛いなと思って、このエレクトリック の電動かっこいいやつ、はい、買いました。これあるとなしとじゃちょっと疲れ方が大違いです。登り辛いんです。
スアウト。ナイスアウト。1ホール目はね、せいやがパーでいいボギー。短いのになかなかバーディーとか取れない。うますぎる。これ安全にね。安全なんですけど、自分の飛距離によってどこに狙い目を置くかが変わってくるっていう感じです。難しいじゃん。柔らかいですよね、砂が。はい。普通の行動。